Miss Cambodia。 数千年前から現在まで毎年秋に行われます灯籠流しの儀式から着想を得ています。カンボジア人が命を維持するために欠かせない水への感謝を表しています。Miss Hong Kong。 香港の書道の栄光を表しています。香港のストリートアーティストフランバーキングの書道に命を吹き込み文化の交流を祝福しています。 Miss India。 この伝統的なサリーは19世紀の絵画から着想を得ています。真珠で飾られた半透明のシルクで覆われ純真さと上品さを表しています。 Miss Indonesia。 バウニエールの伝説をモチーフにしています。女神マンダリカは美と勇気の象徴です。彼女の強い意志、慈悲の心、そして誠実さを表現しています。Miss Japan。 日本文化の象徴である着物。デザインのクジャクは日本古来邪気を払う鳥として信仰されてきました。すべての方々に幸福をの思いを込めています。 Miss Korea。19世紀の王室の女性が儀式の際に着用した韓国の伝統的なドレスです。美しく複雑な模様を刺繍したシルクの生地でできています。 Miss Laos。 ワットルワン寺院の壁をイメージしています。壁にはラオスに仏教を伝えた王妃と王女を称える様子が描かれています。輝く金色は古代ラオスを表現しています。 Miss Macau。 マカオの街並みのサイン、青と白の中国の陶磁器の色合いを表現しています。このドレスは西洋と東洋の文化を融合させたマカオの象徴です。 Miss Malaysia。 イバン族の女性の伝統的な衣装から着想を得ています。イバン族は世に知られていない少数民族の一つです。イバン文化の美しさを世界に広めたいです。 Miss Mongolia。 この衣装は13世紀のモンゴル帝国の偉大な女帝の肖像画にインスパイアされています。モンゴルの何世紀にもわたる豊かな歴史を表現しています。 Miss Nepal。 ネパールの国鳥、虹生地をイメージしています。カラフルな色合いは異なる生い立ちや文化、民族性を持った人々が融合する様子を象徴しています。 Miss Philippines。 遺跡を意味するパマナは伝統を受け継いできた私たちの美しい過去をシルクとレースを用いて表現しています。 Miss Singapore。 愛と美の意味を持ち、その鮮やかな色が特徴的なシンガポールの国の花、国花オーキッドから着想しました。シンガポール人の忍耐強い精神性も表現しています。Miss Taiwan。
台湾は海に囲まれた美しい島です。青色と羽は強くて勇敢な海の波を、パターンは台湾の先住民のタオを表現しています。ミス・タイランド、異国文化を統一したラーマ6世の時代を表現したものです。西洋レース、タイのシルク、日本の真珠を取り入れています。ミス・ウズベキスタン、結婚式や特別なお祝いの時に着用します。生地、刺繍、ジュエリーなど一つ一つが手作りで、ウズベキスタンの文化、伝統、芸術、歴史を体現しています。ミス・ヴィエトナム、ポインセチアの花をイメージしています。16世紀に国内で初めて女性として大学に入学し、多くの人を助けた私の尊敬する女性が身につけていたデザインです。